見事世界大会の出場権を獲得したのはリジェクト。初代王者に輝いたのはリジェクトです。お前たちが王者だ、おめでとうございます。リジェクトです、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。1位リジェクト東京、ダントツの BMC のシーズン3フェーズ2を制したのはリジェクト東京となりました。おめでとうございます。世界でどれだけ活躍してくれるのか楽しみにしていきましょう。来るか来るか、うわー行くよマジか。はい、はい、すいません。いや、はい、いや全然ありがとうございます。本当にもう僕たちも本当に悔しいです。リジェクトポイントめちゃくちゃ取ってるんですけどね。はい、もう間に何があったのかもう覚えてないぐらい勝てなくて勝てなくて悔しい思いをずっとしてきながらにしてきたので、まあ3年くらいはずっと自分に厳しくというか結構ゲーム以外のところも気を使って生活してきたつもりなんですけど、課題評価とかもあと先入観的なもので自分の持ってる力を出せないっていうことは過去多かったかなと思います。もう世界のその力の差を見せつけられてすごい悔しかったし、自分もそこの頂点に行きたいっていう気持ちが芽生え始めて世界一を取りたいっていう思いになりましたね。チームに戻ってきて初めての世界大会なんで勝ちたい気持ちはあったんですけど、どっちかっていうとチャレンジ的な、なんかその4人で集まってその初めての世界大会なんでどこまでいけるかみたいな、試すじゃないですけど、まあ、そういう気持ちでぶつかった感じです。より大きな舞台でプレーするっていうのは、まあ、それだけよりプレッシャーがかかってる、緊張があると思うんですけど、精神面というか、まあ、体にかかるプレッシャーはまあ何回も何回も減るごとに慣れていくので、まあ、そういった面ではやっぱメンタル面も強くなりますし、 BMGL 自体がそもそも世界で勝つっていう目標を掲げてて、まあ、その中でしっかりした練習環境であったり試合環境を整えてくれて、まあ、レベルの高い環境の中でプレーをできたことも自分たちの糧であるし、正直そんなに力の日本と海外の力の差っていうのはすごく少ないんじゃないかなとは思ってます。正直自分たちもこれまでの世界大会参加してきて実力で劣ってるなっていう気はもう全くしてなくて、海外選手とやっぱ大きく違うのは自分たちのプレーにめちゃくちゃ自信持ってるっていうところ で人数が削れてからもなんか尋常じゃないフィジカルの強さを発揮したりとかしてて、7や、yeah.That's what I was thinking too. I was looking at, I continued to look at the map here, but hey, you never know. As Ray Joseph, you were talking about the magical push that he was able to do earlier. Well, guess what? He makes so good at aggression. Here comes the pressure, and that's gonna be too much for Nova to handle. And it's the Japanese legend. まあ、1日目は5位っていう、まあ、思ったより高順位にいるのかなと思ったんですけど、まあ、1日目はアルファ7が3ドンしてすごいポイント稼いで、2日目の途中とかでポイントが詰まってきていけるんじゃないみたいな、はい、うん、まだ可能性として全然あるよねみたいな、はい、ポジティブな感じの、はい、気持ちでした。本当に結構リラックスしてやってました。もう絶対譲らないみたいな感じの、はい、もうメンタリティだったので、まあ、今までにない感じではありましたね。ブラジルのチームが追いかけてきている中でっていうのは会場の雰囲気どうでしたか？もう会場の雰囲気は殺伐としてたというか、やっぱり文化とかもあると思うんですけど、やっぱ自国のチームと他国のチームに対する差が全然違うので、まあ、僕はそれも含めて大会を楽しんでましたね。プレッシャーもなく自分のプレーを伸び伸びできたのが勝因かなと思います。 BMGO チャンピオンです REJECT! 優勝したぞっていう結果に気持ちが追いついてなくて、トロフィーを手にしてみんなで掲げた瞬間は実感できましたね。個人的に
もう世界で MVP は見てる人たちが評価しやすい材料になるのかなと思っているので、まあ、その面で言うと大きいかなとは思います。レイジ選手が 何よりもブレないですよね。何があっても、まあ、自分を貫くというか、それが結果的に本当彼が18歳になる前から競技生活やってますけど、本当に1ステップ2ステップ階段を徐々に徐々に登ってきて、ついに世界の一番上までたどり着いた。このメンバーで勝ち取ったっていうのが僕にとってはすごい嬉しくて、これまでない嬉しさがありましたね。彼らはすでにもう準備してるんですけども、次の世界大会でやっぱ2連覇をしていくというところで、たまたまじゃなかったっていうところをしっかりと世の中に打ち出してほしいですし、我々を通じて成し遂げたいことをこう代わりに代弁していくとか、そういったことをやっていってほしいなと思います。まあ、まず JL は、まあ、新しいチームがたくさん参加する中で王者の風格を、まあ、見せつけられればなって思うのと、楽しく自分のプレーができたらなと思います。見てて盛り上がれるようなそういうシーンを自分が作れたらいいかなって思います。個人的には、まあ、誰かの強敵な存在になれたらなと思うので、レベルが下がらないように練習していくので、まあ、よろしくお願いします。上がってこいよ。